ゴブリンスレイヤー、なんだ生きてやがったのか。なんか用かよ。すまん、聞いてくれ、頼みがある。ゴブリンスレイヤーが頼み？あいつソロじゃなかったのか。いや、最近は何人かと組んでるらしいぜ。はあ。ゴブリンの群れが来る町外れの牧場にだ。時期はおそらく今夜、数は分からん。なんだ、やっぱりゴブリンか。ゴブリンが群れって普通じゃん。石膏の足跡の多さから見てロードがいるはずだ。つまり100匹は下らんだろう。100匹？ゴブリンが100匹？マジなのか。まさか。なんだよそれ。おい、どういうことだよ。ロードって？そう、ロードは統率力に特化した変異種だ。ゴブリンの中では最上級と言える。最上級？そいつの率いる群れがすぐにやってくる。時間がない。洞窟の中ならともかく、野戦となると俺一人では手が足りん。手伝ってほしい、頼む。どうする？どうするったってな、ゴブリンな。自分でやりゃいいじゃねえか。俺はごめんだぜ。私もあいつら汚いし。おい、お前なんか勘違いしてないか。ここは冒険者ギルドで、俺たちは冒険者だぜ。お願いなんざ聞く義理はねえ。依頼を出せよ、つまり報酬だな。あああそうだ、俺たちは冒険者。何よそれ。耳長の、今出ていくとややこしいことになるぞ。気持ちは分かりまするが、今は待たれよ。離せ。ああ、もっともな意見だ。ああ、じゃあ言ってみな。ゴブリン100匹の相手をさせる報酬をよ。すべてだ。あ？俺の持つもの、すべてが報酬だ。どういうことだ？俺の持ち物、俺の裁量で自由になるものだ。俺の装備、財産、能力、時間、そして命か。そうだ、命もだ。なら俺が死ねっつったらどうすんだよ。いや、それは無理だ。はあ？俺が死ぬと泣くかもしれん者がいる。泣かせるなと言われた。だから俺の命は俺の裁量ではどうにもならないらしい。お前が何考えてんだか俺にはさっぱりわからねえが、お前が本気らしいってことはわかる。ああ、俺は本気だ。どちくしょうめ。お前の命なんざいるか、この野郎。後で一杯おごれ。なんだよ、相場だろうが。銀刀級の冒険者がゴブリン退治してやるって言ってるんだ。喜べ依頼に。ああ、すまん、ありがとう。よせよせ、退治してから言ってくれ。そんなセリフは。私も、私もゴブリン退治やるわ。その代わりまた一緒に来なさい。今度こそあなたに本当の冒険をさせてやるわ。いいだろう。わしは一杯とは言わんぞ、神切り丸。酒樽をよこせ。わかった、手配しよう。わしもその冒険について言ってもいいかの、耳長の。当然仲間じゃないの。となれば拙僧も行かぬわけにはいくまいて。何構わん、友人の頼みだが、報酬というのであれば。チーズか。それとできればアイスクリーンか。あれらは実に美味だ。俺のものではないが、両方とも牧場で作られている。なれば地の底から這い出た悪鬼どもを許す道理はないな。これで5人か。いいえ、6人。あ、インフラマラーへ。もしかすると7人目かも。だけどね、皆さん、ギルドからも、ギルドからも依頼があります。ゴブリン1匹につき金貨1枚の懸賞金を出します。チャンスですよ。マジかよ、ゴブリン1匹で金貨1枚。
いいんですよね。銀刀級の冒険者からの情報だ。問題はあるまい。それにあれほど熱心に詰め寄られてはな。しゃあねえな。行くのか。俺はゴブリンスレイヤーなんざ気に食わないが、報酬が出るのな。まったく素直じゃないやつね。言えばよかろう。お前の田舎に出たゴブリンを退治したのがあいつだからと。うっせえ。いいんだよ、子鬼殺して金貨一枚が目当てなんだから。まあ私も聖騎士志望だ。助けを求められればいなやはない。しゃあない、兄ちゃんと姉ちゃんが行くなら俺らも行くか。そうですね。仕方ないですけど。なあ。何よ。俺まだゴブリン退治やったことないんだ。危ないって聞いたもんね。だけどそろそろやっとこうと思うんだよ。そうね、助けてもらったしね。俺あいつと同じ日に冒険者になったからさ、これも縁ってやつか。毎日ゴブリンだって言ってるやつがいないと妙な気分だぜ。そうそう、ギルドの名物風物詩ってやつだもんな。いたらいたでうざったいが、いなきゃいないでな。まったく、こんな偏屈な依頼人は初めてよ。俺たちは仲間でも友人でもないけど冒険者だからな。アドベンチャーに任せとけ。